で、はい、次、ポータブル電源の比較って、こっちからちょっと今日の、メインになると思いますけど、まあ、助成金の目的とかも、お話しさせていただきます。県の貸与事業の中で、今、小児慢性の場合は、成人の場合はこの C タイプのもの、このプロパンガスしかできないんですが、小児慢性の場合は ABCD で選べます。で、A は特徴はですね、2400ワットは生みます。要するに2400ワット高出力で出ますので、クーラーとか冷房とかが使えるというのがありますが、ガソリンを満タンにしてですね、5時間持つと。で、5時間、逆に5時間単位で給油をしないといけないというふうになっています。ただ、2400使えるもんだから、これも、メリットとしては、ここが有利になります。で、B の場合は、プロパンボンベ、プロパンガス、プロパンガスなんですが、8キロボンベっていうしか個人で使えないんですが、直接プロパンガスと使えるタイプ。で、これ850ワットで一番消費電力が少ないっていうことで。ただ、これを使う人はあんまりいないですね。都市ガスで契約しかないとか、なんていうかな、なんだっけ、オール家電のお家なんかはガスの契約してないということで、この B を選ぶ場合があります。で、この C の場合は、普通家庭用で契約してるガスですね、カセットコンロ、コンロとかのお湯と、お湯沸かしたりとかするガスのもので、これを使えるということで、これのいいところはですね、連続ですね、100時間、稼働、900ワットですけど、稼働できるということで、これがもう最大のメリット。この暴風域が16時間とか十何時間とかあるんですが、ガソリンの場合は、5時間に1回暴風の中、給油しね、しに行かないといけないというのがあります。また、今はないんですが、エネポっていうホンダの部分は、あれ1時間か2時間に1回、給油、ガス、カセットボンベを、コンロを、カセットボンベを取り替えないといけないので、まあ、なかなか厳しい。ただ、この C タイプのホンダのこのプロパンガスの場合は、100時間使えるということで、まあ、かなり、有益であります。ところがですね、この D タイプ、この ABC はですね、両方、全部 ABC は、全部発電機なんですね。火力発電です。だから、火力発電なので、取り扱いは注意が必要です。一酸化炭素ガスが出たりですね、そういうのがありますから、まあ、注意事項がたくさんある。あと、音もうるさい。外ではまた注意事項が多いもんですから、お母さんたちはこの D タイプを選ぶ。この D はですね、蓄電池です。発電機ではないですね。この人工呼吸器も使えるって後でやりますけども、200ワットで1時間しか持たないものです。で、大体全部20万ぐらいするものであります。次、これも消し忘れた。ごめんなさい。今回の助成金の狙いとしては、今年はですね、購入とレビューして、今、講演ですね。で、その後ですね、医療機器メーカーとか医師会とかと組んでですね、実証実験をしてみます。実際、吸引器で使えるかとかですね、そういったものも実験して、その後、県の方に提言をして、次年度以降ですね、ポータブル電源っていうのを、貸与事業の中に、今 ABC4 つ、4種類しかなかったのを5種類目ができるかもしれないっていうふうにやってます。ただもう今すでにもう4台、5台ですね、アンビシャスにポータブル電源がありますから、もし自費で購入したいっていう場合には、貸し出しはしてますので、それもまあこれが今後できるようになります。あとまた台風、この間の台風9号でも壊れた人がいたので、それの貸し出しっていうのもやっております。で、この発電機は取り扱い注意ってこと、先ほどもありましたけど、まあ、通気の良いところで、外で使ってください。あと、一酸化炭素ガスっていう有毒ガスが出ますよ。で、外で必ず使ってくださいというのに、雨で濡れちゃいけませんっていうのがあります。だから、防音ボックスとかですね、防滴ボックスを作らないといけないです。で、あと、燃料の取り扱いですね。ガソリンの場合は特に危ないので、その取り扱いが、まあ、注意が必要です。で、また、実際この稼働時にですね、こうやってエンジンをこうやって引っ張ってこうかけるもんですから、腕力が必要です。力がない年配の方とか女性の方はその辺が難しくてできないっていうのがあります。まあ一応今年度ですね、助成金で一応このセル式でですね、このボタン1個で、スイッチ1個で発電できるような発電機も今準備して、ちょっとお試しをしてます。ただ、日本メーカーじゃないのでですね、
本当にうまくいくかどうかわからないので、今レビュー、これも今年度レビューしているところです。で、先ほどの D タイプの多用途 AC 電源装置、これママさん人気なんですが、これ20万する、約20万します。これは医療機器のメーカーの部分に当たるので、その辺のいろんなノイズが少ないとかですね、綺麗な電気が出るということで、人工呼吸器でもつけていいよということになっています。ただ、これは、まあ、普段からも使えるし、お母さんたち人気なんですが、これ1時間しか持たないんですよ。あ、200ワットを使うと2時間、あ、1時間。もし100ワットのものだと2時間しか持たないと。まあ、停電で、この間 の9号、台風9号なんかも16時間、18時間っていう地域もありましたから、とんでもないけど、これでは物足りないということです。まあ、台風レベルでそうなので、地震とか、そういった大規模災害の時には全く役立たないということになります。で、今回お話しするポータブル電源が、こんな形のものが、今準備しているものです。で、まあ、より安くですね、先ほど20万するよりも安く、さらに、性能は高いっていうふうになっています。その辺のお話をしたいと思います。まあ、着眼点ということで、いくつかこうお話しさせていただきますけども、この、一応左から見ていきます、ね。まず値段。このスワオキっていうの業者のものも8万円。で、ホンダのものも大体8万円。で、パワーアークっていうのが6万円。ジャックリーっていうのが8、これも8万円。っていうのが、この4種類がまあ8万円クラスのもので、統一して、それ今回比較することになります。その後別にですね、このデルタ、EF デルタっていうのが、まあ、倍の16万するんですが、ちょっとこれは、プラスアルファで比較していきましょう。で、ちょっとこれから説明する中で、言葉の説明を最初にしたいと思います。この、放電容量という、このアンペアアワーとか言うんですけれども、イメージとしては、バケツの中の水の量、これ電気の量ですね、と思ってください。で、電圧っていうのはボルトって言います、表現しますけど、単位はですね、ホースの太さというふうに考えてください。で、電流っていうのは、この水の出る速さっていうふうに考えてください。で、このワット、消費電力とか言いますけど、それは、水の出る量、出てくる量ですね。これは、ホースの太さと出る速さで、この出る量が出てきますから、それを消費電力、電力って言い方します。これを一つまた覚えてくださいね。で、このポータブル電源の、この、よくなんとかミリアンペアアワーとか言うんですけども、スワオキの場合は200、ホンダの場合はまた10ですね。パワーアークは45、ジャクリーは32、で、EF デルタは350ということで、まあ、これ一見すると、ジャクリーが一番、ホンダが一番低い、で、ジャクリーが一番低いという形になります。ところが、今度、ボルトで見ますとですね、スワオキが 3.6 ボルト、ホンダが 27.5 ボルト、パワーアークが11ボルト、ジャクリーが 22.2 ボルト、EF デルタ50ボルトということで、ホースの太さが太いもんだから、電力をたくさん出せるというふうになります。で、次。この電池容量、ワットアワーって言い方しますけども、どんだけ使えるかっていうのを、ちょっとここだけに注目しています。スワオキの方は720。ホンダが約半分ですね。同じ値段8万なのに、377。パワーアークは500。ジャクリーはここ704になります。EF デルタは1200になります。で、今のこのワットアワーをですね、100ワットの家電をつなげた場合、単純計算ですけど、どのぐらい持つかっていうので、スワオキは7時間、7.2 時間、ホンダは 3.8 時間、パワーアークは5時間、ジャクリーは7時間、で、EF デルタは12時間持つことになります。先ほどの、AC 電源、まさに人気なものは2時間でなくなってしまうということで、まあ、それと比べたらかなり7時間とか12時間というのは多いということです。で、ところが実際に使えるのはですね、単純計算じゃなくて、だいたい 0.5、あ、0.6 ですね、40% 熱とかでロスされてるって言われますから、まあ、スワオキ4時間、ホンダが2時間、パワーアークは3時間、ジャクリーは4時間、EF デルタは7時間というふうになってきます。これ AC 電源の場合も同じですね。で、金額あたりの容量というので、
マスワオキは 2.5、ホンダは 0.13、パワーアーク 0.75、ジャクリー 0.41、で、EF デルタ 2.1 ということになります。これが大きい方が値段あたりの容量が高いということになります。今度、重さなんですね。今度、普段は災害用ではなくて、外来とかでも使いたいという場合には、お母さんたちこの重さも気になります。で、ツバオキは11キロ、ホンダは5キロ、パワーアークは6キロ、ジャクリーも6キロ、EF デルタは14キロ。まあ、これなり重たいので、まあ、なかなか持ち運びは厳しい状態です。で、1キロあたりの容量というのはこんなようになっています。で、使用可能な電圧、そしてどんだけこの接続ですね、このどのぐらいまで使えますかっていうのが、スバオキが500、ホンダは300まで、パワーアークも300まで、ジャクリーも500まで、EF デルタは1600までっていうことになっています。これも一概に大きければいいっていうものでもなくてですね、たくさんつなげればつなげるだけ減る量も早いので、まあ、この辺はまあ一応、まあ、大きいのができたことに越したことがないんですが、あんまり500ぐらい、300、500ぐらいがあれば別に、普段は問題ないかなという気はします。あと重要なポイントがですね、この完全に使い切って満タンになるまで 100% 充電するまでどのぐらい時間かかりますかっていうのが今回のちょっと注目ポイントです。スワオキは6時間、ホンダは5時間、パワーアークは約6、7時間、ジャクリーは11時間かかります。で、EF デルタというか、なんとですね、2時間で充電満タンになるんですよ。まあ、これがかなり容量は大きいのに、充電時間は早いっていうので、まあ、まあ、逆に言うと、後で言いますけども、長持ちしない可能性もあります。で、今の説明内容がこうやって一覧になっています。まあ、この黄色いところがいいポイントですけども、まあ、このスワオキの方がなんか優秀だなっていう感じがするところです。いいですか。で、今度買った後にですね、考えるのがですね、1台目買いました。ところがこれなくなったら次の部分ってありますから、高いのを、高容量なものを1台購入するか、安いのを2つ買うかっていうちょっと悩みもあります。ちょっと顔がかぶってごめんなさい。在宅に訪問してですね、いろんな消費電力先で測ってるって言いましたけど、それの実測したものをここで表明して、まあ、大体10個ぐらい平均してみました。この加温加湿器っていうのは、外バッテリーがないので、ずっとこう、大体、なんていうか、ね、乾燥してる、これ、加湿して、ちゃんとこの体の中に湿った空気を入れるということで、加温加湿器って常にやってます。で、これは、最大値の測定なので、平均値ではないです。だから100ワットも普段はないですけども、でも、この最大は100ワットぐらい使いますよ。また、これ、冬場だと、また、なんていうの、周りの室温、室内の温度が低いので、これはまた電力を使うことでもありますけども、まあ、大体これ100ワットぐらいは、加温加湿器は100ワットぐらい使いますよっていうことです。で、この吸引器。吸引器の場合は、ずっと使ってるわけではないんですけども、何時間に1回とかありますけど、大体平均すると、まあ、最大100ワットぐらい使うやつもあれば、まあ、大体40ワットぐらいしか使わないので、平均40ワットということになります。で、この、例えば加湿器と吸引器を使って7時間持ちました。A というね、ポータブル電源を使いました。で、A がなくなったので、A は、発電機で充電します。で、B っていうのポータブル電源も2種類ありますからというパターンですね。を、使いました。で、また今度 B がなくなったので、A をまた、使えると。7時間使うというローテーションをやると、これで2台あればローテーションができる。まあ、発電機もあればの話ですけどね。っていうような話になります。ところがですね、充電時間がポイントなんですが、この例えば、7時間は使えたんだけど、この先ほどのジェクリーの場合は充電時間が11時間でしたので、例えば B という、この B と、この赤から、白いポータブル電源を使って充電してて、赤いポータブル電源を使う。これが7時間使えるわけですけども、充電するのに11時間かかったら4時間は使えないロス時間が出てしまうんですよ、2台でもですね。そういうのがポイントになってくるので、
充電時間というのが、かなりの重要、この購入する上でのポイントになってきます。で、今度はですね、この消費電力を、この、なんていうかな、充電時間で割ってみた、このどんだけ使えるかっていう、なんていうの、というか、見れない。この使える消費電力、この使える電池のこの、なんていうの、容量がありますね。で、それを充電時間で逆に割り算したもので、じゃあ何ワットまで使えるものかっていうふうに逆計算してみました。諏訪沖の場合は720ワットアワーあるんですけども、充電時間が6時間なので、逆、これ割り算すると、120ワットまで使うと6時間サイクルで使えますよっていうことになります。ホンダの場合は5時間かかりますから、75ワットまでであれば5時間での楽な、5時間使えて、充電時間も5時間なので、ホンダのものを2種類2個買えば、5時間、75ワット以下だったら、ローテーションができますっていうことです。で、パワーアクの場合は71ワットまで。で、ジャクリーの場合は64ワットまでしか使えなくなるんですね。ジャクリーを2台ある場合はですね。で、EF デルタの場合は充電時間が短いので、630ワットまでは使えますよっていう単純計算になります。で、もう一度見てみましょう。この部分でいくと、やっぱりこの値段とですね、この容量と、どれを何時間も、どう持つかっていうのが、この辺がポイントになってきます。悩みどころですね。で、今度は、1個ずつの単体のレビューをしてみましょうね。これ1個ずつ、これは諏訪沖の方なんですが、こんな感じの消費になってます。ここのレビューのポイントですけども、まあ、充電の時に音が鳴るっていうのがあります。要するにファンの音が鳴るんですね。うるさいっていう感じもあります。で、ただ、あとはですね、ディスプレイとかこの辺のところが、まあ、ちょっと 見ながらですね、細かいところのこのレビュー をしています。で、このホンダの場合は、まあ、ここの、これのポイントは上の取っ手がです、先ほどの取っ手もポイントなんです。取っ手もポイントっていうか、上の方にこの持ち上げる、この、持ち上げる、このハンディするものですね。ここは、まあ、この、諏訪沖の場合はちょっと出てはいるんだけどへっこめることができる。で、ホンダの場合はもうこんな形が固まっているので、収納できないので上に物を重ねるってことができません。まあ、こんなのもありますけど、またホンダの場合はですね、充電の機種がですね AC コンセントしかできないんですね今。まあ、今後、ソーラーとかカーシガーでもできるってこと言ってますけど、まだ販売されてない感じですね。で、パワーアークツアー場合の場合は、取っ手の収納ができます。こうやって、まず折りたたみができるっていうのと、あと、ソーラーとかスリーウェイで充電できます。で、あと、ディスプレイと使う側が、裏が、ソケット反対側にあるから、壁にくっつけては置けないと。いうふうになってます。こんな感じですね。まあ、これ後で PDF 版も皆さん後で見てご覧になってくださいね。この辺飛ばしましょうね。で、ジャクリーの場合は、まあ、スリーウェイ、まあ、ジェネレーターも発電機でやると、4フェイということである。あと、パススルーっていうのは、パススルー充電っていうのは、充電、AC からコンセントから充電しながら使うこともできるよっていうふうなものですが、これをやっても、中のバッテリーをですね、壊すの、寿命を短くする可能性もあるので、まあ、あまり使わない方がいいかもしれない。だって電気が来てるんだから、わざわざこのパススルーを使う必要もないかもしれない。で、今度この、ジャクリーとですね、諏訪沖のを、たまたま、このご自分でも買いたいっていう、まんまるママさんっていう、この匿名でしてくれっていうことで、まんまるママさんに借りてもらいました。その時の感想ももらった、レビューをもらったんですが、この方は実際にですね、呼吸器と加湿器をつなげて6時間持ちました。だいたいこのぐらいと思いました。ただ、4% から 100% になるまで11時間かかったのはちょっと長いよね、と。あと、ファンの音は小さく聞こえな、全く気にならなかった。充電するときですね、ファンの音は鳴らなかったって言ってます。これは、ゆっくり充電してるからですね、実はバッテリーのことを考えたら、
これバッテリーのこと考えてるから11時間かかってるんですよ。ゆっくり充電するっていうこと。っていうのがあります。スワオキの場合は6時間ぐらい持ちました。で、100% になる充電は6時間かかりましたっていうことなんです。で、ファンの音が、は、ちょっと気になるぐらいだけども、アダプターはかなり熱くなりましたっていうことです。で、やっぱり1個ずつ欲しいなっていうのがありました。あと、コンセントですね、加温加湿器とか三つ股のコンセント口がありますよね。これもこの場所に置く場所によってはですね、あ、パルスオキシメーターか。パルスオキシメーターで、ちょっと置き方が気になりましたっていうのもあります。で、ちょっと話が今、5種類の、機械のポータブル電源の説明をしたんですが、実は、また、ちょっと自分どこ行った、クラウドファンディング中でですね、今月いっぱいまで締め切りなんですが、このリバースの EF デルタ、先ほどの、デルタっていうのありましたけども、それの姉妹品が出てます。リバーシリーズということで、この MAX っていうのとプロっていうのがあるんですが、通常6万円するの6万3千円が、MAX は5万3千円で、今、クラウドファンディング実施中です。で、8万円ぐらいするのが6万4千円で、今購入できます。8万円クラスなんだけど、じゃあこれはどうかっていうと、20万ミリアンペアアワーだし、消費電力720ということで、先ほどのスワオキとかジャクリと同じクラスですね。ただ何が違うかっていうのが、充電時間が 1.6 時間って短いんですよ。っていうのがポイントです。で、あとこのまたソーラーとかもできるし、またこれちょっと僕宣伝してあれなんだけど、この下の方の充電器がですね、取り外しできるんですよ、下の方が。なんて、外付けで、この充電器できるっていうことで、これがまあ、今回の買いのポイントっていう感じです。要するに、なんて言ったらいいかな。他の今までの5種類の、ポータブル電源は、まあ、リチウムイオン電池、スマホとかも皆さんそうだと思うんですけども、スマホのがだんだん電池使ってると電池の寿命は短くなってきますよね。そうすると電池がなくのも寿命を膨らんだりとか寿命を迎えたら、これ自体を全部買い替えないといけないんですよ。ところが、この MAX とこの Pro についてはですね、バッテリーがですね、取り外しができるということで、それがまあ新しい発想のものが出てきてます。ところが、この外付けのバッテリーは、充電はできない、なんていうの？この本体につけないと、充電できないっていうのがあるので、A っていうのを使った。で、これを使い切ったっていうことで、まあ、どっかでこの外付けのバッテリーだけを持っていって、充電するかってことができるかって言ったらできないっていうのがあったので、ちょっとここが、って感じなんですね。なんだけども、まあ、まあ、このバッテリーが劣化したら次のものと交換、バッテリーだけ買えばいいので、っていうのでは、まあ、今までない発想なので、これも一つの注目点です。これから買おうって思う方は、これも一つ頭の中に入れてください。ちょうどこれが今、クラウドファンディング中なので、ちょっと検討してみてください。ところがですね、昨日、おとといぐらい、この、入ってきたんですが、ちょっとまた違う会社が、中国の新、さっきの、この EF デルタも、中国の深センというところに会社があるんですが、あ、ちなみにこの EF デルタのこの、リバーシリーズですね、クラウドファンディングで今2億円まで集まっています。日本で2億円の人、2億円分売り上げ上げてると。で、この、今度は那覇にもこの会社がある、この、実現っていう会社なんですが、これも深センに工場がある会社なんですが、今、見えますか？これ、ちょっと、見えんか。これ動画が見えないな。これがですね、先ほどの EF デルタの、リバーと違ってですね、外付け、この外バッテリーがですね、別々にあるんですよ。でカチャってはめてですね、これ今、今、写真の中であるじゃないですか。このバッテリーを、要するに弁当箱みたいに下の方にバッテリーがあってですね、外付けバッテリーがあって、なんていうの？交換できる。で、外付けバッテリーは直接コンセントから外付けバッテリーも充電できるっていうのが、また売り出してるんですよ。まあ、これが多分最強に近い感じなんですけども、これがまたクラウドファンディング中です。ちょっと値段はいくらだっけ？書いてないな。
10万円するんですね。これが、16万するんだ。メーカー希望価格が16万なのが、バッテリーと本体価格で10万円。ちょっと2万円ぐらい高いですね。他のものより。なので、まあ、ハウジング1台とカーバッテリー1台で、10万する。ちょっと2万円高いんだけども、まあ、長い目で見たら、こっちの方がいいかなっていう感じもします。でもこれも今クラウドファンディング中、今月いっぱい締め切りなので、ちょっとこれもちょっと調べてみてきてください。これはお手元の資料にはないんですが、今度後でメールしましょうか。後でこうリンクしておく、Facebook でもリンクしておきます。はい。あれ固まった。あ、ね。ここで、先ほど戻りますけども、台風が来たけど、使えなくなりました。新品を一回も使用せずに壊するケースが何も数件出てます。だからまあ、これは、保守、電気のこの機械のことを分かってないから、こういった形になるもんですから、その説明をちょっとさせてもらうと、電気のこれからですね、ポータブル電源の比較はもう今で終わりなんですが、今後皆さんのためにですね、電気の仕組みについて、ちょっと理科の時間で眠くなるかもしれませんけど、そこについてのお話をしたいと思います。